皆さんは知っているだろうか、静香ちゃんのペットを。ああ、確かペロとかいう犬だとか、ピーコちゃんっていうカナリアを飼ってたよね。うむ、確かに静香ちゃんは愛犬のペロ、そしてカナリアのピーコちゃんを飼ってはいるのだが、実は愛犬で言えば少なくとも5匹以上、そして鳥で言えば20匹以上も飼っているのはご存知だろうか。え、そんなに多いの？うむ、というわけで今回は、ペロやピーコだけじゃない、多すぎる静香ちゃんのペット事情、だ。ごめんねペロ、私にはどうにもしてあげられないの。ごめんね。というわけで今回は、静香ちゃんこと、源家のペット事情について見ていこう。まずは最も有名であろう愛犬ペロである、コミックス三巻ペロ、生き返ってでは、ある秋晴れの、気持ちのいい日、突然こんなセリフと共に初登場する。うちのペロが、今朝、死んじゃったのよ。ペロはね、私がまだ、赤ちゃんだった頃、うちへ来たの。それからずっと、私の一番の仲良しだったわ。私のためなら、命がけで戦ってくれた。と、初登場時点ではすでに亡くなっており、その姿は海藻のみかと思われたが、よし、ペロを生き返らせよう、という、のび太の一言とともに、ドラえもんとともに過去へ戻ったのびドラは、どんな病気にも効く薬をペロに服用させ、ペロ、ペロ、と、見事に病気から復活を遂げたペロは、元気な姿を取り戻し、また静香ちゃんとともに野原を駆けずり回るのであった。原作でも有名なエピソードだよね。途中静香ちゃんがペロをどれだけ大事に思っていたか、涙なしには見られない内容だったね。ああ、だがここで悲しいお知らせがあるんだぜ。え、実はこのペロ原作最初で最後の登場なのだ。え、嘘でしょ。他のエピソードでもちょくちょくペロ出ていなかったっけ。いや、実は同名だったりに多様な犬は出てきてはいるのだが、同じペロと思わしき犬は一度も出ておらず、それどころか、かなりの数の犬を飼っていることがわかるのだ。なんと、というわけで、ここからは、源家に存在する他の犬を紹介していくぞ。まずはコミックス16巻、ドロンパでは、ドロンパという、犬科の生き物の頭に乗せると、化け狸のように特殊な粘波を出すことができる秘密道具で、しずちゃんの城を、タヌキにしよう、と、先ほどのペロによく似た城という犬を見ることができる。だが、ここでは、ドロンパの効果は発動せず、ドラえもん曰く、城みたいに、幸せな犬にはその必要がないんだ、と、かなり愛情を込められて飼われているようなのだ。すごくペロと似てるけど、これ城なのか。うむ、しかも似た犬はこれだけではない。コミックス12巻、ハイドウタズナでは、ハイドウタズナという、犬でも猫でも、これをつけると馬と同じ力とスピードが出る秘密道具で、ドラえもんは、しずちゃんのチロならおとなしいよ、と、チロを押さえつけてタズナを取り付けようとしたのだが、なんでチロちゃんを、いじめるのよ。と、しずかちゃんに止められてしまうのだった。これもまたペロと似たような白い犬だね。にしても、ドラえもんたち無理やりに手綱つけようとしてチロがかわいそうだ。いや、そんなことないぞ。結局しずかちゃんチロを馬のようにして乗っていくからな。おい、というわけで、似たような犬を2匹紹介したのだが、実はペロと呼ばれる犬が、他にいないわけでもないのだ。どういうこと？これはコミックス14巻、読んだら首は似て。わぁ？ダメ、よその家に入っちゃ、ごめんなさいね。どうしたんだろう。またどこかへ行っちゃった。しようのないペロ。と、白い犬でペロと呼ばれる子が登場するのだが、どう見てもさっきのペロとは見た目が違うのだ。確かに全然見た目が違うね。だが、この子犬、どこかで似たような姿を見なかっただろうか。え、どっかで出てきたっけ？あ、さっきのペロと静香ちゃんの回想シーンかな。そう、その通りだ。このペロの子犬時代と、この、読んだら首輪のペロ非常によく似ていないだろうか。ドラえもんコミックスというのは、もともと学年誌で連載しているのだ。あ、そうか、学年誌が上がると共に成長していった。そういうことが言いたいんだね。うむ、なので先ほどの、ペロ、生き返って、と、読んだら首輪の掲載年月日を調べてみると。あ、あれ、ペロ、生き返っての方が先なの。うむ、そうなのだ。なので長い前置きをしておいてなんだが、実は時系列的に考えても成長というのは考えづらい。故に、このペロは別の犬、と考えるのが自然なのだ。そうなるのね。ちなみにこのペロは挿絵としてもう一度登場しており、コミックス11巻の巻末、ドラえもん大辞典にて、同じ秘密道具、読んだら首輪で登場しているのだ。14巻より前に登場しているんだね。テントウムシコミックスは学年誌で連載された中の先週だからな。この挿絵は1975年4月小4にて書かれたものなので、この挿絵の方が2年も後の話なのだ。なるほど。でもペロが2匹もいたなんて驚きだね。こうなってみると静香ちゃん、ペロ大型、ペロ小型を飼っているんだね。全部白い犬だし、しかも同じ名前をつける犬もいるとは。いや、白い犬以外もいるんだぜ。なんと、
さらに言ってしまうと、静香ちゃんの愛犬として最初に登場したのはペロではない。1970年2月良い子連載、藤子 F 不二雄大全集18巻、引っ張ると消える尻尾にて、茶色い小型犬を散歩に連れている静香ちゃんを見ることができるのだ。なんだこの犬。この子犬、どう見ても白小型ではないし、見た目も茶色いのだ。静香ちゃんまだ飼ってる犬がいるのか。うむ、でもまだまだ実はいるんだぜ。まだいるの？藤子 F 不二雄大全集3巻、壁抜け期では。静香ちゃんいるかな？と、敵意むき出しの犬が、めっちゃ凶暴。藤子 F 不二雄大全集13巻、持ち主シールでは、この犬迷子らしいの。飼い主を探しているのよ。と、迷子の犬と共に、白い犬、チロかシロかペロ、もしくはまた別の犬がおり、コミックス7巻、ウルトラミキサーでは、喧嘩しちゃダメよ。どうしてそんなに仲が悪いの？と、またペロ小型とは別の小型犬を飼っており、なんならトラ猫も飼っているようなのだ。いやほんと飼いすぎでしょう。何匹犬いるのよ。でも、静香ちゃん猫なんて飼って大丈夫なのかな？確か本編で、うちはカナリアがいるから猫は飼えないとか、しょっちゅう言っていたような。ああ、だからここは少し見解が分かれるところでな。ウィキペディアではトラ猫を飼っている、となっているが、クエモンでは、静香ちゃんの家の猫ではなく、その他の猫に分類されている。なので人によって見解は様々だろうが、ウプ主的には、飼っていると思うのだ。もし、自分が犬の飼い主で、猫が赤の他人だった場合、自分の犬と猫が喧嘩をしていたら、普通自分の犬の方を取り上げるだろう。でも、静香ちゃんは猫を取り上げていた。では逆に、猫だけ飼っていて犬が他人だった場合、この状況は何もおかしいとは思えない。両方飼っていた場合でもこの行動はおかしくないだろう。そして最後に、両方飼っていない場合、赤の他人の犬と猫の喧嘩の仲裁にそもそも入るとは思えない。故に、状況的に判断して両方飼っていると見るのが正しいのではないだろうか。確かに、そう考えれば自然だけど、猫だけ飼っていてもおかしくないんじゃ。いや、犬には首輪があるからな。どこかから脱走した犬でもない限り、静香ちゃんが飼っていると見るのが自然じゃないか。ただ、それを言ってしまうと猫には首輪がないのだが、毛で埋もれているだけとも考えられるし、まあどちらにしろ、両方飼っている可能性の方が高いだろう。過去のアニメでは、実際にミケという猫も飼っていたらしいからな。というわけで最後に少しまとめると、白、チロ、ペロ大型、ペロ小型、茶色い小型犬、吠える犬、白い犬、喧嘩する犬と猫、最大で犬を8匹、猫を1匹飼っているのだった。めちゃくちゃ多い。静香ちゃんそんなに犬を飼っているとは。うむ、同じ白い犬で気づきにくいが、実は大量に犬を飼っていた静香ちゃんなのでした。というわけで犬猫はここまでにして、次は鳥、静香ちゃんの飼い鳥についても見ていこう。お願いします。まず、静香ちゃんの飼い鳥の中でも有名な、カナリアについて見ていこう。作中、表記がカナリアだったりカナリアだったりするのだが、この動画内では全て同一のものとして扱っていくぜ。了解だよ。静香ちゃんのカナリアといえばピーコ、ピーちゃん、が有名であるが、実はこのピーコも初登場時点では死んでいるのである。どういうこと？静香ちゃんの口から初めてカナリアという言葉が出るのは、1975年3月小3連載、コミックス8巻、笑って暮らそうであり、とある高台で悲しい顔をする静香ちゃん、のび太はどうしたのかと、静香ちゃんに問うと、うちのカナリアが死んじゃったのよ。と、先ほどのペロ同様物語開始時点ではすでに亡くなっており、残念ながらこのカナリアは、ペロのように復活を遂げることはなかったのだ。だが、静香ちゃんは親にまた飼ってもらったのか、その10ヶ月後にはまたカナリアが登場するのである。1976年5月小4連載、コミックス12巻、ミサイルが追ってくるにて登場するのだが、野良猫の黒がうちのカナリアを食べちゃったの。と、なんと2匹目のカナリアも開始時点ですでに亡くなっており、生きて登場することが一度もないのだった。静香ちゃん取り死にすぎでしょ。なんというか、静香ちゃんはよくペットに死なれるみたいだな。だが安心しろ、この次に登場する。1977年9月小4連載、コミックス15巻、猫が会社を作ったよでは、うちの前誰かが捨てていったのよ。うちには犬とカナリアがいるでしょ。どうしても飼えないってママが言うの。と、源家の前に大量の子猫が捨てられており、静香ちゃんのセリフから、なんと3代目のカナリアを飼っていることが判明するのだ。親もカナリアが死なれたり食われたりして、悲しむ娘を見ていられなかったんだろうな。小鳥であれだけ落ち込むし、ペロの時は一晩中泣きついていたからな。ちなみにこの3代目カナリアが、今皆がよく知っているカナリアで、1978年10月小2連載、藤子 F 不二雄大全集10巻、コース決定機にて、うちのカナリアが逃げたのよ。ここにいた、ピーコちゃんいらっしゃい。僕が捕まえてあげるよ。
と、ここで初めて三代目カナリアの名前がピーコだと判明するのだ。この後、ピーコちゃんはのび太によって逃げられてしまうのだが、ドラえもんの秘密道具コース決定機のおかげで、無事鳥かごまで戻ることに成功するのだ。初登場からこのカナリア脱走しているんだね。そう、そうなのだ。初代、そして先代は逃げることなく鳥かごに収まっていたのだが、このピーコちゃんは非常に脱走癖があり、今後作中ではこれでもかというぐらい脱走するのである。というわけでここからは、ピーコの脱走劇を時系列順に紹介していこう。1978年10月小2連載、コミックス26巻オモカルトウ、鳥かご片手に走り回る静香ちゃん。カナリアが逃げたの。まあ、任しといて。と、秘密道具オモカルトウのおかげで、カナリアはみるみる重いものへと変化していき折れてしまう。そしてあえなく鳥かごに御用。1981年6月小2連載、コミックス32巻何でも空港。またカナリアが逃げたの。いないねー。猫に食べられちゃったらどうしよう。と、過去のトラウマを静香ちゃんが思い出していると。いた、あそこ。と、猫に食べられず無事見つかったピーコは、ドラえもんの何でも空港にて、着陸を強要されあえなく御用。1981年9月小2連載、コミックス28巻、のび太空港。今回はすごい面持ちで虫取り網と鳥かごを持ってくる静香ちゃん。カナリアが逃げたの。と、またもやカナリアが脱走してしまったため、秘密道具、三輪飛行機で探すことに。いたわ、ピーコちゃん、待って。しずちゃん、しっかり網を構えて。のび太さん、もっとスピード上げて。もっともっと。限界だよ。もう少し、ラストスパート。帰ったわ。はひー、参った参った。と、飛行機相手に好試合だったピーコちゃんだったが、のび太の活躍によってあえなく御用。しかしピーコちゃんの脱走はまだまだ続く。1986年5月小4連載、コミックス39巻、ハンディキャップでは。カナリアが、また逃げたの。と、懲りずにまた脱走するピーコ。この回は、秘密道具、ハンディキャップという道具で、のび太と同じレベルまで落とされたピーコは、空を飛ぶことができなくなり、今回もあえなく御用。1989年7月小1連載、コミックスプラス3巻、その時どこにいた。待ってー。あれはしずちゃんの声、カナリアが逃げたの。と、もはや鳥かごを見るだけで状況を把握するのび太。あそこに止まったわ。よし。僕に任せな。と、ここで、その時どこにいたという秘密道具を使い、ピーコは巻き戻したテープのように鳥かごに吸い寄せられ、元の場所にあった、鳥かごの止まり木部分に戻され、あえなく御用となってしまうのであった。1990年4月小4連載、コミックス44巻、現実中継絵本。この回登場する、現実中継絵本という、絵本に映した人の行動を、本で中継できるという道具で、綺麗にお掃除してあげるわね。と、鳥かごの掃除をしていた静香ちゃんを映すのび太。しばらくした後、一休みして本を覗いてみると、あれれ、カナリアが逃げたのか。と、鳥かご掃除の隙を見て、またもや脱走するピーコ。だが、その後偶然ピーコを見つけたのび太によって、手慣れた手つきで捕獲、見事飼い主の元に戻されるのであった。毎度毎度本当によく逃げるよね。でも今まで逃げる原因がわからなかったけど、今回を見るに、掃除の隙を見て逃げ出してるのかな。確かにそれも一つの要因だろうが、実は次の回でも逃げ出している要因がわかるのである。それは1990年8月小3連載、藤子 F 不二雄大全集17巻、だるまさん転んだ棒では。どうしてこんなとこにカナリアが、ははぁ、さてはまたしずちゃんか、と、すでにカナリアを見ただけでピーコだとわかるのび太。よく逃げるカナリアだね。ママがいけないのよ。とわけっぱなしでお水を取り替えるから。と、実はよく逃げる原因として、しずかちゃんのママの不注意も主な要因としてあるのだった。この回は、だるまさん転んだ棒という、相手に発見されていない状態で静止していると、透明になることができる秘密道具で、あそこにいた。ありがとう。本当に簡単だったわ。と、今回もあっさりと御用となってしまうピーコなのであった。ちなみに、逃げ出す要因としてこんなこともあったのだ。1990年10月小4連載、コミックスプラス6巻、そっくりペットフード。この回、そっくりペットフードという秘密道具が登場し、この道具の餌を与えると、与えた本人そっくりの顔にペットが変身するというもので、これをカナリアのピーちゃんに食べさせなさい。こんな変なもの食べさせて大丈夫。変なものじゃないよ。ピーちゃんはよく逃げるだろ。そんな時飼い主がすぐ分かって便利だよ。と、もはや逃げるのが当たり前になったピーコを心配したのび太は、餌の効果を正しく告げずに、ピーコに食べさせてしまったため。あら、気持ち悪い。元に戻して。そんな。
ると、静香ちゃんが暴れた勢いでのび太が鳥かごを倒してしまい、ここぞとばかりにピーコは脱走してしまうのだった。この回は結局、のび太とドラえもんがタケコプターで捜索し、虫取り網で捕まえて御用となってしまう。これまで何度も何度も繰り返し逃げたピーコ、それはコミックスの最終話でも相変わらずなのだが、実はそのおかげで地球が救われたこともあるのだ。1994年7月から9月連載、コミックス45巻、ガラパ星から来た男。あれは、しずちゃんのカナリア、また逃げたか、と、相も変わらず脱走していたピーコだったのだが。カナリアのくせに、ワンワンとはなんだ。わあ。と、なぜか犬のような鳴き声に、超強力な能力を持ち始めるピーコなのであった。一体どういうことなの？これはネタバレになるので全てはお伝えしないが、実は本編で紆余曲折あり、ピーコは未来の技術で超進化を遂げたのである。おかげで超強くなったピーコは、空の散歩中にぶつかってきたとある円盤に腹を立て。あれ？ UFO がすごい勢いで戻ってくる、裏山に墜落した。とある UFO をピーコが墜落させたのである。実はこの時、この UFO の乗組員は地球侵略を目論んでいたために、実質的にはピーコが地球を救ってくれたということなのである。すげえ、ピーコの脱走が地球を救う日が訪れるとは。うむ、しかもこの気性の荒い性格もあってか、 UFO を蹴り飛ばすといった離れ技までやってのけるからな。ちなみにこのピーコ、原作での脱走は異常になるのだが、実は後に大長編でも鳥かごから大脱走をやり遂げるのである。これは大長編21巻、ドラえもんのび太と翼の勇者たちにて、カナリアのピーちゃんが逃げちゃったの見なかった、と大長編でも変わらず脱走をやり遂げるピーコなのだったが、あら、何かしら、あの空の穴は。あら、ピーちゃん、行っちゃダメー。と、突如空に開いた謎の穴に脱走し、別の星にワープしてしまうのだ。そう、ピーコはついに鳥かごだけではなく、地球からの脱走をやり遂げてしまうのであった。普通空にあんな穴が開いたら、小鳥のような臆病な生き物だったら逃げ出しそうなもんだけどね。さすがは怒りで UFO を蹴り上げるカナリアだね。うむ、小さい体の割に大胆なカナリアって感じだな。というわけで、ピーコの脱走駅の紹介を以上にするが、最後に、静香ちゃんはなぜこんなにも逃げたピーコを追いかけるのか。なぜ追いかけるって？そりゃ逃げたら追いかけるでしょ。そりゃもちろんそうなのだが、それ以上に、静香ちゃんは逃げたピーコが、猫に食べられたりしないかをすごく気にかけているからなのだ。コミックス32巻、欲しい人探知機では。捨て猫だわ、買ってあげたいんだけど、うちにはカナリアがいるから。と、猫は好きだが、カナリアを心配して猫が飼えない。コミックス43巻、猫ののび太いりませんかでも。また捨て猫、かわいそうに、誰か買ってやれば、うちにはカナリアがいるわ。と、やっぱりカナリアを心配して猫が飼えない。それもそのはず、先ほども紹介したが、静香ちゃんには一度カナリアを猫に食べられた苦い思い出がある。しかも問題なのが、このカナリアを食べた猫はクロという名前があるのだが、カナリアを食べた後も、虎視眈々と源家のカナリアを狙い続けているのである。藤子 F 不二雄大全集13巻空中フックでは。あの猫、カナリアを狙ってるの。そこへ鳥かごを置いても入ってくるのよ。と、カナリアの命はまたもや狙われており、静香ちゃんは猫に気が気ではないのだ。コミックス45巻、ガラパ星から来た男でも、のび太の実験で、カナリアを庭に放置しているシーン。し、猫が現れたよ。あ、ピーちゃんが。大丈夫だってば。と、クロによって鳥かごは倒されてしまい、ピーコは絶体絶命。かと思われたが、と、まさかのピーコちゃん優勢、それどころか。と、まさかの鳥かごを振り回しているピーコちゃんなのでした。ピーコ強すぎるでしょ。まあ、先ほども少し説明したのだが、このピーコはのび太のおかげで超進化を遂げているからな。おかげで日頃の恨み、そして先帝の無念を晴らす、といったところだろうか。ちなみにこのピーコ、実は他にも活躍しており、コミックス30巻、野生ペット小屋では、カナリアのピーコちゃんがあんまり騒ぐので、部屋の中を調べてみたら、なんと、ストーブのガス管が外れていたの。危なかったなぁ。気がつかなかったら、ガス中毒になるとこだったね。ピーコちゃんのおかげよ。と、一度静香ちゃんをガス中毒から救ってくれたピーコなのでした。というわけで、これにてカナリアピーコの紹介を以上にするぜ。それでは次に、その他の鳥のペットについて紹介していこう。静香ちゃんといえば、カナリアのピーコのイメージがとても強いのだが、実はそれ以外にも多くの鳥を飼っており、なんなら静香ちゃんの鳥のペット初登場はカナリアではなく、実は意外な鳥だったりするのだ。それは1973年5月よい子連載、藤子 F 不二雄大全集18巻、鳥取記にて、あ、
逃げた、と、初登場にして速攻逃げる鳥。逃げるといえばピーコだが、どう見てもこの鳥はオウムにしか見えない。そう、意外なことに最初はオウムを飼っていたのである。へえ、オウムって意外だね。結構大きいのにね。うむ、ただこの一回の登場だけで、このオウムはこの先二度と出てくることはないがな。わらわら、そして次に登場したのは、これもカナリアより早く、1974年9月小2連載、コミックス6巻台風の風子にて。もうお家へ入りましょうね。よく慣れてるね。卵から育てたのよ。どんな生き物でも心から可愛がればきっと懐くわよ。こちらでは見た目からおそらく桜文鳥を飼っており、卵から育てるあたりかなり溺愛している様子なのだ。卵から育てるってすごいね。当時の状況はわからないけど、ペットショップとかに卵って売ってるのかな。売ってたか、もしくは知り合いに卵を分けてもらったといったところだろうな。ちなみにこの桜文鳥はもう一度登場しており、コミックス12巻ペットそっくり饅頭にて。うちのキッチは器用よしでとっても声がいいのよ。と、先ほどの桜文鳥が登場しており、チッチという名前があることが判明するのだ。静香ちゃん名前の付け方が基本鳴き声なんだね。確かに鳥に関してはそうだな。では次、静香ちゃんが飼っている鳥はまだまだいる。コミックスプラス4巻動物訓練屋では、手のりインコだね。よく慣れてるね。ひなから育てたのよ。栗を竹べらで口へ入れてやるの。チッチ。と、今度は手のりインコを育てており、こちらはひなから育てる溺愛っぷりなのだ。いやほんともう静香ちゃん鳥飼いすぎでしょ。卵から育てたりひなから育てたり、カナリアを飼ってきたり、最後まで面倒見てるかが心配だ。無論静香ちゃんなら大丈夫だぞ。だって、コミックス24巻お菓子牧場では、うちの猫、5匹も子産んだよ。うちの十四松も増えて17羽になったわ。と、いつの間にか十四松を飼っており、しかも繁殖までも行っているのだ。静香ちゃんすげえ。一体家に何匹鳥がいるんだ。ここまで出てきた鳥をまとめると、死んだカナリアが2匹、3代目カナリアピーコ、オウム、桜文鳥チッチ、インコ、十四松17匹と、少なくとも21匹以上の鳥が家にいることになるな。なんでそんな鳥ばっかり飼うんだ。それは藤子 F 不二雄大全集16巻バードキャップにてわかるんだぜ。しずちゃーん。小鳥が来てるの。餌を巻いておいたの。小鳥大好き。僕も、と、ここまで見てる視聴者なら言うまでもないと思うが、単純に小鳥が好きだからである。まあ、そりゃそうか。ちなみにこの後、のび太のせいで小鳥が逃げてしまうと。ほら、逃げちゃったの。せっかく小鳥が来てくれたのに。と、野生の小鳥が逃げただけで泣き出してしまうほどなのだった。そんなに小鳥が好きなのね。にしても、鳥もたくさん飼ってて、野生の鳥も呼んで、犬も相当な数飼ってたし、家の中動物だらけだね。うむ、だけど静香ちゃんが飼っているのは何も犬や鳥だけではないのだ。というわけで、鳥の紹介はここまでにして、最後に静香ちゃんが飼っている、その他のペットを紹介していくぞ。まだいるのか、お願いします。まずは藤子 F 不二雄大全集8巻、くすぐりのみで笑おうにて。のび太さん、金魚が。しっちく、死んじゃったの。と、実は金魚を飼っていることが判明し、しかもまた物語開始時点で亡くなっているのである。静香ちゃんほんとよくペットにしなれるな。ちなみにここでのび太が爆笑してるのは、秘密道具のせいだから気にしないでくれ。あとこの金魚、飼っているのは一匹だけではないらしく、コミックスプラス6巻感激ドリンクでは。なんだか悲しそうだね。どうしたの？金魚が一匹死んじゃったの。と、またもや金魚に死なれているのだが、この文面から察するに、まだ何匹か飼っている感じもするのだ。まあ金魚って普通何匹か複数で飼うからね。静香ちゃんが猫を飼わない理由に、この金魚の存在も大きいのかもしれないな。猫だと食べちゃう危険性があるしね。うむ、というわけで次に行こう。コミックスプラス5巻、スパルタ式苦手克服状と苦手タッチバトンでは。可愛いでしょ。ハツカネズミを飼ったの。と、意外や意外、なんとネズミを飼い始めているのだ。これドラえもんが見たら発狂しそうだね。うむ、実際この回ではドラえもんのネズミ嫌いが、のび太に映っているから、のび太はすごい顔で失神していたしな。というわけでネズミの登場はこれだけなので次に行こう。ここからは、飼っているというより、一時的に飼育していたものがメインになるぜ。まずは藤子 F 不二雄大全集16巻生き物飼育ジオラマブックでは。問題、この黄色いの。蝶の卵よ。へぇ、これが、育てようと思ったけど、青虫が怖いから。と、蝶を育てようと試みたものの、青虫が苦手という理由で断念。藤子 F 不二雄大全集1巻覗きお化けでは、裏の沼でプランクトンを集めたの。すごいね、随分集めたね。と、一時的にプランクトンを研究用に集めていた。藤子 F 不二雄大全集15巻ペットペンキでは、ペットペンキという、塗ったものに命が宿るペンキで、私、パンダが欲しかったの。と、パンダを飼っていたり、似たような秘密道具、コミックスプラス2巻ペットペンでは、赤いコアラ。
と、こちらではコアラを飼いてペットにしているのだ。静香ちゃんは珍しくて可愛い動物をペットにするんだね。うむ、その中でも最も際立っていたのが、コミックス37巻、可愛い石ころの話にて、ペットクリームという、石ころにこれを塗ってよく磨くと、犬みたいになる秘密道具で、私にもクリーム貸して、いいとも、と、ここで静香ちゃんは小石にでも塗るかと思いきや、水晶の玉を犬にしたわ、と、まさかの水晶玉をペットにしていたのである。まさかの水晶、まあ、水晶も一応石の一種だからか、でもなんだって家に水晶があるんだろう。それに関しては全くもって不明だな。というわけで、これにて静香ちゃんの家のペット事情の紹介をすべて終わりにするぜ。静香ちゃんのペットといえば、白犬ペロや、カナリアのピーコが有名ではあるが、実はそれ以外に、とても多くのペットが登場しており、チロ、チロ、ペロ大型、ペロ小型、茶色い小型犬、吠える犬、白い犬、喧嘩する犬と猫、死んだカナリアが2匹、3代目カナリアピーコ、オウム、桜文鳥チッチ、インコ、十四松17匹、死んだ金魚2匹とその他金魚、ハツカネズミ、蝶の卵、プランクトン、石のパンダ、紙のコアラ、水晶玉と、現状合計で犬8匹、猫1匹、鳥21匹、金魚、ハツカネズミ、その他秘密道具さんのペットと、とんでもない数のペットを飼っていることがわかるのだ。静香ちゃんは多くペットを飼っているも、作中ドラえもんが言っていたように、彼らはとても幸せに育てられており、実際、犬、カナリア、金魚と死を目の当たりにするたびに悲しみ、深く悲しむ静香ちゃんの姿が目に取れる。飼い主として最後まで深く愛情を注ぎ込み、そして飼われているペットたちも幸せな証拠であろう。こういった飼い主としての責任や愛情が、静香ちゃんの責任感、真面目さ、そして優しさを物語っているな。というわけで長くなってしまったが今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。